皆さんこんにちは。クロバーレッスン動画です。今回はフリーステッチングニードルを使ってふかふか刺繍ブローチを作ります。ループステッチが可愛いブローチは初めてのフリーステッチングの練習にもぴったりです。片面からプチプチ刺繍して手芸用ボンドで留めてフェルトの台をつけて仕上げます。概要欄に実物大図案付きのレシピのリンクを貼っていますので、実際に作るときはそちらも合わせてご覧ください。使う道具はこちらです。フリーステッチングニードルの商品のセット内容です。材料はこちらです。レシピの実物大図案をチャコピンを使って生地に移します。今回はこの四角い図案と丸い図案で作りますので、まずトレーシングペーパーにこのように図案を写しておきます。こちらのチャコピンは5色がセットになっていますので、生地に写した時に見やすい色を選んで使ってください。チャコピンは図案に合わせたサイズにカットすると扱いやすいです。生地の上にチャコピー、図案、セロハン紙の順番に置きます。セロハン紙の上からトレーサーで図案をなぞります。直線部分は定規を使った方がきれいに写せます。ブローチをいくつか作りたい場合はフープの中に収まるように作りたい図案を写しておくと生地が無駄になりません。今回は丸い図案も写します。複数の図案を写すときは図案と図案の間を2センチ程度空けてください。図案が生地に写せました。フープに生地を貼ります。フリーステッチング用フープは内枠にこのようにエッジがついています。このエッジを上にして生地を置きます。外枠のネジを緩めて広げかぶせます。ある程度ネジを締めたら生地を引っ張ります。生地を引っ張るときは生地の折り目の方向に縦と横に引っ張ってください。斜めの方向に引っ張ると生地が伸びてしまいます。さらにネジを締め生地を引っ張ります。この動作を何度か繰り返します。今回図案を少し左に移してしまったので左側が引っ張りにくくなってしまっています。図案はなるべく生地の中央に移すようにしましょう。生地に緩みがあるとうまくステッチできないので、緩みが出ないようにしっかり貼ってください。フリーステッチングフープは内枠のエッジに生地がしっかり引っかかるので、このようにパンパンに生地を貼ることができます。フリーステッチングニードルをセットします。フリーステッチングニードルのグリップを回して緩めます。ホルダー部分にはこのようにメモリがついていて、このメモリを目安に針をセットします。針をホルダーに差し込みます。ホルダーのメモリを見て3のメモリに合わせます。そしてヘッドの転がり止めと針先の斜めにカットしてある面が同じ方向になるように合わせてグリップを締めます。
これで針がセットできました。刺繍糸をセットします。まず四角いモチーフをステッチするので、使う色の25番刺繍糸を用意します。25番刺繍糸の束から糸端を探し、ゆっくり引きます。必要な分だけ引き出したらカットします。今回は60センチほどでカットしています。25番刺繍糸は細い糸が6本合わさっています。今回は3本取りで使いますので、このように3本引き抜き揃えておきます。フリーステッチングスレダーを針先から入れ、先ほど引き揃えておいた刺繍糸を通します。スレダーをゆっくり引き抜き、一旦刺繍糸を外します。フリーステッチングニードルの針先にはこのように横穴があります。スレダーをこの横穴に入れ、糸端を通します。ゆっくり引きます。スレダーから糸端を外し、針先から3センチほど出しておきます。これで糸のセットができました。フリーステッチングニードルは基本的にはこのように持ちます。ステッチするときは針先のカット面の方向に進みます。針をセットするときに転がり止めを針先のカット面と同じ方向にセットしていますので、ステッチするときに針先が見えにくくても転がり止めを見ると進む方向がわかります。フリーステッチングスタンドの上に生地を貼ったフープを置きます。輪郭からステッチしていきます。針先をしっかり根元まで入れて真上に抜きます。この時針先を生地から浮かせないように気をつけます。針先を滑らせるようにして 2,3 ミリ移動させ、同じように刺します。この動作を繰り返します。ポイントは針先はまっすぐ刺すこと、しっかり根元まで刺すこと、針をまっすぐ上に引き上げること、針先を生地から浮かせないことです。刺す方向を変えるときは進行方向に針先のカット面が来るようにします。やりにくい場合はフープを回転させて自分が刺しやすくなるように図案の向きを調整してください。慣れるまではたまにループ面を見て綺麗に刺せているか確認しましょう。やり直したいときは糸を抜いてください。生地を撫でて穴が小さくなるように整えればまた刺せるようになります。ステッチがうまくできないときは糸が手や物で押さえられていたり、どこかに引っかかっている場合があります。輪郭が刺せたら中を埋めていきます。このように途中で糸がなくなってしまったときはループ面に糸端が出てしまっているので、針先などを使って最後のステッチ部分をゆっくり引いて糸端をこちら側に出してください。
端は布の際でカットします。フリーステッチングニードルに糸をセットして続きからステッチします。ループ面はこのようになっています。糸端をカットします。刺繍糸を変えて他の部分も同じように刺し埋めます。刺しているうちに生地が緩んできたと感じたら生地を引っ張って貼り直します。すべてのステッチができました。丸いモチーフはまず中心部分を目盛り4でステッチするので針を目盛り4にセットします。針先のカット面を転がり止めの位置に合わせるのを忘れないようにしてください。糸をセットします。刺繍糸は3本取りで使います。フリーステッチングスレダーを針先から入れ糸を通します。スレダーをゆっくり引き抜き一旦刺繍糸を外します。針先の横穴にスレダーを入れ糸端を通しゆっくり引きます。スレダーから糸端を外し針先から3センチほど出しておきます。輪郭からステッチしていきます。針先のカット面が進行方向を向くように気をつけてください。このように生地の方を動かしていくとやりやすいと思います。中心部分のステッチができました。外側は目盛り1でステッチするので針を目盛り1にセットします。転がり止めと針先のカット面の位置も合わせます。針先が長くなるとループが大きくなり糸もたくさん使うので刺繍糸は長めに用意するといいと思います。輪郭からステッチしていきます。針先が長い分できるループが大きいので今までよりもステッチの間隔を少し広くします。ステッチができました。裏側のステッチした部分全体にボンドを薄く塗ります。ボンドが乾いたら生地をフープから外し、のりしろを7から8ミリ残してカットします。四角いモチーフは角を落とします。ループを切らないように気をつけてください。のりしろにボンドをつけて裏側に折って貼ります。丸いモチーフものりしろを7から8ミリ残してカットし、5ミリくらいの間隔で切り込みを入れます。
ループを切らないように気をつけてください。またループ面に変に飛び出してしまっている糸端などがあればカットしてきれいに整えます。のりしろを裏側に折ってボンドで貼ります。図案の大きさにカットしたフェルトを用意し、ブローチピンを縫い付けます。ブローチピンを縫い付けたフェルトをボンドで貼り付けます。ふかふか刺繍ブローチの完成です。レシピには他にもこのような図案が載っています。作り方は同じなので、このレッスン動画を参考にして作ってみてください。